ライブ、なんと今日でこのご長寿番組最終回です。ありがとうございました。ありがとうございました。長らく。なりました。長らくお世話になりました。はい。2週間しかしないですけど。はい。打ち切りです。2回目です。打ち切りです。2回ですか ?2 回です。2回です。打ち切り、打ち切られました。打ち切られました。こういうやつなんか冬やつ。そう。あらまあ、前回下ネタばっかり荒村さんが打ち切られました。悲しいです。あの人のせい。ああ、そうそう。クレーム出しとこう。そうなんですよ。まあ、全然関係ないですけどね。もともと2回って約束だった。2回仕方ないです。はい。もう終わります。なんで、一応受講紹介しときますか?はい。しときます?はい。僕はもう、ご存知の通り、G スターのハレルヤ楓なんでいいですが。じゃあ、先月ナンバーワンの。はい。はい。どうぞ、若いじです。んで、今日僕が、喋るめんどくさいから読んだ。変わった。おしゃべりマシーン。はい。いつもは肝臓の役目をしていますが、今日はスピーカーの役目をしたいと思います。30歳、独身、かずきゆきです。どうぞよろしくお願いします。独身じゃないですか。独身なんですか。はい。あのね、最近僕、あまりにも結婚って疑われたり、夜遊びでもバンバン結婚ってもう、浴びるほど書かれたから、イラッとして、ツイキャスってあるじゃないですか。はいはいはい、はい。あれで自宅公開しました。もう誰もおらんぞと。本気やねっていう。本気で俺は結婚してないと一人身だぞと。ただ、自宅公開したからって結婚してるかどうかっていうのは、わからない。そうだよね。別に。ちゃんとこう、全部こう、なんか、隅から隅まで。隅から隅まで映してくれて、あの、パンティーとかブラジャーが干されてないかどうか。とか、なんか、そうそう。とか、なんかあの、子育ての本とか置いてないかどうか。あの、うまくいく結婚生活とかあったもんですね。ゆきちゃんそういうの好きでしょ絶対。なんかこれ新しい小道具出てきた。なんかこの小道具。何するようなんですか。なんか大喜利でもするんだこれ。小道具出てきた。小道具急にもらったんですけど。これ大喜利ですか。使うようでしたら大喜利。じゃあ急にほんまに急に始まるけどちょっとおもろそうやから始めよう。なんですか。大喜利じゃなくて、じゃあ司会者俺の。はい。質問によく嫌なんですけど、どうぞどうぞ。これで、じゃあ、女の子が興味ある話題にしましょうか。ああ、そういうことですか。そうなるほどね。じゃあ、女の子興味ある話題にしましょう。質問を受け付けましょう。うん。卒アルスクショしたよ。卒アルスクショしたよ。それは俺のことや、俺のことや。昨日卒アル公開したから。あのやばいやつですか。あのやばいやつ。やばいやつ。卒アル公開した。すごい。あの、パソコン同好会の並んでるやつも全部ツイキャスで放送。マジ一人だけちょっと生きてるやつでしょ。ちょっと待って、エース募集所とか、その、あ、セコイ。セコイですか。セコイ。いや、まずでも、ちょっと大喜利する前に何欲しいか、ちょっと。あ、何欲しいか。一番欲しい。僕ちなみに、最近あの、ちょっと暇になってきたんで、あの、エース募集中。僕もね、なんか最近、なんか松本キッドとかに締め本数負けてるんでね。そう、あいつすごいよね。すごいんで。ただ僕が一番欲しいものこれですね。何ですか?今一番欲しいものこれで。あ、似たようなもんですね。ニュアンス変えただけで。ニュアンス変えた。じゃあ、書いて一番欲しいものは。そうそう。やっぱり G スターのナンバーワンなんで、何が欲しいか。ナンバーワン。7月のナンバーワン。ちょっと俺ら見たら思んないから、ちょっと隠れて書いて。隠れて書いて。うまいこと。で、卒アルってさ、あの、実家からさ、俺持ってきてんけど、みんな持ってきてる?持ってきてない。実家にあるかも。あれ、なんか、見せてって言われたらどうする?卒アルですか?僕全然見せれますよ。ほんまに?はい。俺なんか卒アルで全然しすぎて。まだ僕卒アルあって、卒アルの左に、僕が立てて、右に映ってる女の子の元カノっていう。それだけちょっとややこしいなっていうね、テーマだって。すごい。じゃあ決まったんで、カイジーが今一番欲しいもの。僕が今欲しいもの。はい、どうぞ。先月ナンバーワン取って。先月ナンバーワン取って、カイジーが一番欲しいもの。欲しいもの。すみませんでした、どうもすみませんでした。あの、すみません、気のせいでした。あの、ちゃんと変えてくれるんで、ちゃんと変えてくれるんで。はい、ね。はい、ね。はい、はい。いや、はい、動画で。愛が欲しいんや。はい、ね。ベロベロで来るから、ちょっと今日なんか、知らずすぎて、なんか、なんもみたいな。そういう感じ。なんかね。じゃあ、ちょっと女の子から、なんか質問くださいよ。そうですね。ちょっと答えるんで、今さっき一番欲しいもん答えたんで。せやな。まあ、みんな、エース、ストーキャク。エース、ストーキャク、アイホーです。アイもらってない。最近なんかあんま与えられてないです。なんないのアイ。じゃあ、カイジ指名できてる女の子は、カイジにアイがないってこと?結構でも、どうなんそれは。答えて。ないってこと?
な。いや、なんか愛が出てる。ないんじゃん。どういうことなの。じゃあナンバーワンなんで慣れた。愛が多かったと思うんですけど、だからもう、もっとだから遠回しですよね。もっと愛が欲しいってことだから、もっと俺を愛して、もっと売り上げを上げてくれってことです。最低やろ、物事がまず根本や。結局お金ちょうだいみたいな感じになってる。赤いお金なんて言ってんの。あ、言ってない。うま。売り上げが欲しい。由来が欲しい。ああ、なるほど。次、何ゲンジ名の由来は、うん、ああ、ゲンジ名の由来、これちょっとね、別に盛り上がらなそうなんでやめてくださいよ。なんか、え、いいんだよ、別に。あ、じゃあ、ゆくただけ。ゆくただけ。ゲンジ名の由来答えていただきましょう。僕、特にないんで、そんなに。別になんか、なんでこれと言ってっていう、なんか、面白いエピソードないんで。そっとかだな。そうね。じゃあ、今、ゆくさんがゲンジ名の由来聞いてくれてるんで、はい。答えてくれてるんで。別にこれあんまり隠してないんですけどいいですか。はい、どうぞ。次、好きな芸能人は。好きな芸能人もな、なんかこれで出すほどでもないよな。一応これ放送的に大丈夫だろうか。放送的には大丈夫です。これ大丈夫そうですか。あ、OK、 あ、 あ、 OK、 あ、 OK です。じゃあ僕の名前の由来はこちらです。デデン、呼んでください。ゆきさんの芸能人の名前の由来。はい、ユキって名前のフェリーと肉体関係が多かったため。はい、アウト。あれだ、あれ。多分ね、カイさん、カイさん、今見てる人、そんなんじゃなくて、ほんまにフルスイングのほっぺたパンみたいな。もうそれ欲しかったんですかね。多分欲しかった。副社長しかできない技なの。ですね。はい。じゃあちょっと他の質問いきましょうか。人間じゃないできないんで、ね。他の質問いきましょう。うん、ゆきさんはいいですって言われてますよ。ゆきさんの名前の由来いらなし。ゆきさんはいいですの1個したらね、なんか。なんて書いてるの。ゆきさん、NG コメントですって書いてるよ、なんか。もう絶対殺しにかかってんだよ、ゆきさんのことすごい。NG コメントって書いてる。お前、NG コメントですって。この、ゆきさんはいいですって言った人の後ろが、めっちゃ NG コメント。なんなんやろ。なんやろ。もう、うせろとか、もう、パックとかですかね。あかんコメント。もう、しかもなんか、バラされたりとか言う。あ、なんかすごい質問来ましたよ。今まで酔っ払って一番やらかしたか。あ、これ楽しそう。これいいですね。やらかしこれじゃあちょっと、一回行きましょうか。一回行きますか。じゃあ、パッとシンキングタイム。シンキングタイムなんか。多分僕、一番面白くなさそうなんで、この話題に関しては。全員やるんちゃいます？それこそ。行きますか。なんか、でもさっきからカイジが、なんかノンアルやからって、こうなんか守ってる感じ。いや、いっぱいやらかしたやろ、どうせな。じゃあ、ホスト何年してます。ホスト何年。僕5年っすね。5年、僕4年なの。何年。2年。2年半しときゃね、1個や2個やらかしてますよ。んそれはやらかしてやらかしてる。え、全然ないんすけど、ほんまに。ホストしてて。怖い。ホストしてて一番やらかしたことは、あ、これいいですね。あるかなぁ。いいですね。別になんか。これいいですね。一番って難しいな。なんでか言っていいですか。僕やらかしすぎて過去。いろいろと。いろいろやらかしすぎて、ちょっとダメなんですよね。誰からいきますか。俺からいきましょうか。感情がある。多分知って、これ結構有名で。これやらかしたみたいな。じゃあ、ゆきさんがホストしてて一番やらかしたこと。はい。酔っ払って一番やらかしたこと。はい、でん。みなみで一番おもろいホストや言うて、そういう門長を走り回ったこと。あー、なんだもう。俺がみなみで一番おもろい。酔ってたんすか。あれ、少々酔ってた。それ酔ってたんですか。だって営業終わりで喋る理由がわからない。大体ため息しかついてないですね。じゃあ、それでほんまに。元気なイメージを伝えてるから、俺は。トータルだから。トータル込みで言ったらやっぱ一番怪事が、ね、おかしい異常者。あ、ちなみに CM お願いします。はい、じゃあここで一旦 CM 入ります。よっどうぞ。ホストの革命、アザスグループ。
まあ、CM 中に、なんかユキさんが何、なんか新しいパネル、新しいパネルを作ったみたいなんで、それだけちょっと見てほしいので、ちょっと出してほしい、コメント拾う前に、はい、それだけちょっとユキさんじゃあどうぞ。はい、あの男メニューってあるんですけど、僕のパネルこれにしました。停電。はい、もうあの顔がブサイクなんで。見えましたちゃんと。見えました。あ、見えますね。店舗最年長。はい、もうモザイクかけました顔に、なんかあの、うん、世に出す顔としてはちょっと恥ずかしいっていうのを何人もの女性にいただいたんで、この言葉を。はい、なのでちょっと、はい、そんなことないですけどね。おじいちゃん、なんかやっていきます。次すごいですね。なんか好きな体勢やるときのこれに対してちょっとね、長なりそうだから、ちょっとあれしようか。さんが一番長いですね。いやこれ多分やばそうだよ。じ少し家で大事にしてるオブジェってどういうこと？オブジェって何？あ、だから物じゃない。例えばあのインテリア、家で大事にオブジェは、僕いただいたもん、僕飾ってますけど。なんかバースデーとかでいろいろもらうじゃないですか。あんな飾りすぎたら部屋ごちゃごちゃにして。やっぱあれちゃいます？お客さんからもらうあの寄せ書きみたいなやつ、ね、あれ一番大事にしてますよね。やっぱり。もう今回すごかったっすよ、なんか。あ、バースデーの時でしょ。あ、知ってる、見た見た。もらって、バスタルじゃなくて、ハンドタオルもあって、手袋、で、何、ぬいぐるみみたいな。ぬいぐるみすごいっすね。もうね。あと、ね、マスコットキャラクター持った灰皿とか。あれ、すごかった。片っ端からもらったんで、ね、すごいっすね。個人的にホストとして、俺、カエデっていうホストがすごい羨ましくて、はい、あの、G スター の, あのイベントの中で、スバルさんよりも群抜いて、カエデ、ハレルヤカエデバースデーっていうのが、忙しさで言うたら、その、年中通して一番忙しい日です。あー、2日の暇でしたよ。まあ、去年は去年は忙しい。1日目もエグかったし、今年の。もう1日目はそうなんですけど、2日目暇でしたよ。2日目見渡したら僕のお客さん。でも、カエデの暇と、一人でなんかめちゃかぶってた。カエデの暇と、僕の暇はちょっと意味がまた違う。だって、なんか自分のバースデーって、まあ多分これ有名な話なんですけど、煽られるのが怖すぎてお客さんヘルプで来ないんですよ。去年。疲れたんですもんね。なんか事件起きましたね。拍数僕楓の3分の2ですから、ね、なんかやばかったですね。やばかった。次拾います。その冷蔵庫まだ使ってるの？使ってません。使ってません。大丈夫です。あれあのちゃんと変えてます。大丈夫です。掃除してるんで大丈夫。大丈夫多分。はい、大丈夫ですね。さあ次は、次何やろうな。若い時もおろす言うてたけど、スバルは何、この時何話やろうな。スバルは多分スバルさんが酔っ払ってやらかしたことを、それはスバルおらんからスバルさんいないんで何とも言えないですよね。少々やったら話いいんじゃん。少々何やろあります。スバルさんやらかした、やらかしたこと。いつもユキさんにチクチク言って喧嘩するぐらいじゃん。まあ一個だけ言ってみよう。俺として別に酔っ払ってやらかしたことある。何ですか。夜生っていう別のニコ生に酔っ払って、俺と喧嘩したまま、あの、映り込んでた。あー、ありましたね。で、夜生中ずっとこうやって進めてるっていう。あー、なんかありましたね。寄ってたっていうか、別にシンプルにあれでしょ。あ、シンプルに寄ってて、シンプルに寄ってて、シンプルに、あの、あカイジが爆弾発言掘り込んだから、もうカイジ君番組やろよ。カイジ君番組やろ。グイグイしてますよ、やっぱり。ザワザワ TV。ザワザワ TV。ザワザワ TV。よっしゃー。もう多分、すごいな。ザワザワ TV したら、えげつないことあるんだよ。半端やないことない。だってなんか発言しそうとしたら、もうあっちで、ザワ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 って流れてるの。ザワザワザワ流れて、もう変なことばっかり言うんで。コメントでもザワザワ流されたらなんかぶっ壊れなくて、前が。前がぶっ壊れなくてね。ゆきさんちょっとこれ嬉しいんちゃいます？ゆきくん痩せたねって言われてくれますよ。ああ、やってましたゆきさん。あの、一回じゃあカメラでちょっとアップでお腹チェックだけ。OK、うん、ですか、ね、大丈夫ですか。まあ大体こんなもんなんですけど、お腹に関してはですね。あ、ごめんなさい。あかんとか。一回ちょっと出具合、出具合、出具合見ましょう。てってん。あ、かわいい。かわいい。お腹あかんかった。あかんかった。まあ、でもだから結局ゆきさん痩せましたって書いてる人は、残念ながら痩せてます。で、誰かコメントしてる。すいません。NG コメントですでした。撮ってますもん。プルゼブです。プルゆきくん。てか、フトライルがホストしても全然二人とも。撮らないですね。だってこの二人の腹めくったら何もない。ほんまに。ほんまに何も。洗濯板、スパーンってなってるから。だから逆に恥ずかしいですよね。出したくない。あれへん。なんかどういうタイミング。脱ぐの嫌なんですよ、だからそれで。ガリガリすぎて。で、なんか海とか行っても、ない、そうそう、海とか行っても、あー嫌ですね。いや、3人行くじゃないですか。モテる体型多分ユキさん。ユキさんですね。ま、いや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 、これね、やばい。ユキさんです。ほんまに？
しかも言うたらカリカリにね、モテる。しかも僕らね、仕事も夜だし、全然白いから白いし、白くてガリガリやったらもうね、あいつら大丈夫かってなる。海ってモテるんはもう単発黒、単発のあれ焼けてるから黒って、でちょっと太り気味の方がいいんですよ、いやガリガリよりと。だってもうイメージ言うたら、ドラゴンボールで言ったら、太ってる時の魔人ブーと生まれた新しいダークな魔人ブーと一緒や。だからダークなんですよ、全然。なんかギャル相手してくれないんです、僕らの見ても。ギャルは筋肉ですよ。ギャルはちょっとポテンの方がいいんですよ。ちょっと、ダイエットちょっと控えようかな。いや逆に女性に聞きますか、そうですね、どういう、まあ、逆にデブが好きか、ガリが好きか。デブというよりか、ぽっちゃり男子か、ガリガリ男子か。うん、どっちか。ぽっちゃり男子としてちょっとイラつくこと言ってください。はい、どうぞどうぞ。一つだけ言っていいですか、はい、自分がぽっちゃりとか太ってた、ちょっと太ってるっていうのを自覚せんと、俺痩せてるでしょって言って、その瞬間だけ腹へこまして見せてくるやつ、俺嫌いなんですよ。え、十分っすよ。いや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 。ちょっとあんま仲良くない、撮ったことかやるのね、なんかね。いや、その後、なんかちょっと、やるっすよ。ちゃんとやるやん、俺だって。ちゃんとその後やった後、こうやってやるやん。やったいっすや。ちょっとカッコつけてたらしないっすや。カッコするっすや。さあ、どっちが好きなんかな、みんな。ぽっちゃりか、痩せ方か。そうなんですね。ぽっちゃりがいい。カエピョンが好き。ああ、いいな。この子2回書いてるよ。めっちゃ好きやん。シンプルに俺の勝ちでいいじゃん。そうですね。太ってたらめっちゃ言われるだけやで。贅沢してるんやろって言われんねんで、カエピョン。あ、じゃあ逆に痩せてんねって言われたら僕らは、いや食べるもんないんで、貧困なふりしたら、指名くれるんですかね、やっぱり。そうなんですか、やばいですよ。なんか、もうご飯食べれなくて、みたいな。やばいですよ。マジで毎日不健康で情けをかけてもらいたい。毎日もう豆腐しか食えません。めっちゃ始めまして、めっちゃ俺失礼な言葉ここまで出そうなってきた。今出そうなってきた。あの売れてないホストで太ってるやつは何してんやろなってきた。ブブブブブブブってね。だってまだ食べてないけど、分かんない。それちょっと個人的に好きなテーマかもしれないと思う。だって有吉が個人的に好きかも。この前なんかテレビで有吉がなんか最近安心してください、履いてますの人何でしたっけ名前。とにかく明るいなんちゃう。とにかく明るい安村。安村で、安村に対して一言言って、君なんで売れてないのにそんなに太り散らかしてるの。なるほど。本当も一緒やなと思って。あ、間違いない。売れてないやつで太り散らかしてるやつはなんでやねん。なんすかね。ちゃんと、だって、まあ自分が商品なんでね。まあね、そこがね、まあ、ラーメンやったら、まあ、ラーメン売るじゃないですか。ホストって何売るって、まあ、酒売るわけじゃないじゃないですか。うん、まあ、自分を売るもんやからね。それを分からんとね、売れてもなくて。太り散らかしてるのは、ね、その辺でお姉さん、どうってやってね、なんか、キャッチコールしてるやつらに限ってなんかでかいそうですね。歩いてんの痩せへんし。でかいし、なんかもうプリンこれぐらいあるみたいな。ああ、プリンね。売れないホスト典型っていうか、皆さん、あの、これこんなん言うのはあれですけど、ホイホイホストについていっちゃダメな、あの、ホストのパターンを結構言うていきますね。これぶっちゃけ。まず、あの、プリンなホストに絶対ついていかんほうがいい。プリンなホストに関わらないほうがいい。そいつ基本的に性格歪んでるから自分の身の回りできへんやつばっかりから。なるほど。マジで。なるほど。確かに。まあ、ね、身の回りできないもありますね。うん、自己管理というかね。あとなんかあの悪いホストやっぱ多いから、僕らいいホストとして思ってるから、ちょっと気をつけてほしいホスト、ちょっと皆さんに言わない。こんなホストには気をつけろ、こんなホストに気をつけろということですか。僕ほんまにプリンホストには絶対気をつけろってみんなめっちゃ思う。ああ、プリンホスト、他店のホストの LINE、 こういった LINE 勝手に携帯を携帯取って、あの他店のホストのアカウントをブロック削除するほど。ああ、ね、したことないっすね。したことないじゃないですか。なんかブロックされてたら、は、どうやってたの、要素。聞いて私が。なんか、ごめんみたいな。そんなことある、なんかブロックされてたけど、勝手にブロック削除されてさ、みたいな。嘘かどうか分からへんけど、何回か聞くことあるじゃん。結構聞くよ。どっかにほんまのこと絶対どっかであるから。それ聞いてて、すごいなと思って。僕らしまった女の子系なのって、絶対しない。まずギャグとかでなんか言うとかするやつ。やるんすけど、ね。いや、こんなレントねえよみたいな話じゃないですけど。お前消せよみたいな、系だとって。何がしたいんかなっていうか、犯罪やし。犯罪。それちょっとやめてほしいですけどね。あともう一つ、これだけはほんまに言いたいねんけど、あの、他店であれ、どこであれ、俺らやっぱり同業やからあれやけど、あの、どっかで未収を作ってしまってるっていう女の子に、そのホストがその未収飛べよって言ってくるホストは絶対来ない。あー絶対来ない、おい。ほんまにそいつやばいから。
え、だって普通に観点考えて言えばいい。全部消されたって書いてる。ああ、わかる。ていうか、まず、飛べよっていう人いるね。なんか、他のホスト消せよとか言って、ほんまに消すような、あの、器の小さい人にみんなついていかんほうがいい。飛べよ、だそうです。結局そうなんだね。曲だって器小さいやつをやめとけよ。最初にしてはそうなんだ。いや、わかるわかる。わかります、すごく。だって他の他店のめっちゃ有名さんな人、有名な人ってせえへんもそういうこと。聞いたことない。売れてる人らはしないですよね。絶対せえへん。まあ、すごい余裕。ね。そのいろんな雑誌載ってるとか名前聞くとか有名な人は、ね、悪いこといかないですもんね。しないですもんね。僕もやっぱりね、お前誰やねんに限ってそういうひどいことばっかね。誰そいつだ、周りを潰さなければその女の子をしてない。もうだから、ね、そう、その思ってちゃう負けやからね、そのホストは。もう、だから魅力ない自分で思ってるから、そうね。正々堂戦えないっていう。ない、いやー、これいいテーマ、いいテーマ。いいテーマよね。ゆきくん熱い。わかるよ、これ。いや、もうだって、ほんまに仕事のためにね、あのね、ゆきさんが熱いんじゃなくて、やられすぎて、もう、ほんまにもう、こいつら、イライラしてるから、こいつら、これでも、え、つねんって、もう、いや、限界言って。あかんわ。被害者すぎてね。これに関してはもうかなりもう言いたいよね。でもやられてもやり返すことも絶対怒わん。もうやり返す、もうあれ、もういいわってなるってなんかね。もういい、もう、じゃあもうこっち勝手に言っとけ。もうなんかもう分かったわ。同じ同票で戦いたくない。書いてなくないもんね。てかどうせ多分俺、もし他店舗に消されても、絶対自分の接客で、あの、またそれなくても来てくれる。で、復活させてくれるって思ってるから。そうですね。絶対。僕、この前、2年ぶりに来てくれたもん、そうでしょ。あ、そうやったよ。2年前に消されて、みたいな。あ、もう、来てくれて。連絡なかった、ないけど。覚えてるって言われて、ビリビリやってんけど、覚えてるかなみたいな感じだったけど、まぁ喋ったら思い出して、あ、その時消されとってんな、みたいな。思ったんですね。あ、そうですね。行くなみたいな。これ見て新人、もし新人のホストで同業とか、まあ、僕らと同じホストの人が見てたら、絶対男らしくないからやらん方がいい。これは。間違いないですね。みんなに俺は言いたい。あ、いいこと言ってくれて、今日が最終回というのは持ってねえから、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、たまにはこういう話できるんで。そうですね。たまにはね。たまには。たまにはマジなのね、人なんで。人なんでね、やっぱり僕らも。先週の放送、下ネタ言って、あかんことばっかり言ってたんで、今回は真面目に、じゃあ真面目ないいこと言ったら。言いましたけど僕も。そう、主張できたからよかったよね。最後にいいこと言った。あと2分しかないんで。はい、あと最後に、最後に言ったら、はい。かえでさんの初めてのちょっと番組なんで、僕とカイジからちょっとかえでさんの自己、他己紹介っていうか、一言ちょっといいところ言って、来てもらえるように、G スターに。晴れライブ見たよって。ごまつりは、あんすけじゃない、リースは。別に。あ、あまりそんなに言いたそうやから。言いたそうなんで、言ったんだけど、とりあえず。なんか、ちゃうね、なんか、ゆきさんの、前からちょっと思ってるけど、ゆきさんの、あの、なんか、俺の話って、ツッコミどころないよね。そうなんですよね。拾い方が難しいとか言うじゃないですか。だから、なんか、いつも従業員みんな塩対応してくるみたいな。あ、塩対応してくる。よく悩んでるじゃないですか。塩対応じゃなくて、なんか返しようないことを。難しいんですよ。なんか、うん。ちょっと待って、俺外人みたいな扱い。あー、KY って扱い、KY って扱い。なんか、ゆきやから KY だ。言うなら KY って扱い。なんかね、当てはめるならテーマが難しいですよね。無テーマっていうか、なんか、そこみたいな。そうそう。あと1分なんで、1分最後もう、なんか、イベントは今後、イベントはもうないんで、もちろんね。じゃあ、この晴れライブ見て初回くれた誕生日ぐらいですね、強いて言うならば。強いて言うならば、強いて言うならば、僕、日曜日誕生日ぐらい。ああ、そうか。強いて言うならば。でもこんなんやったらなんかまた厚かましいし、なんかもういっぱいプレゼントもらったし、もういいわって感じなんで。まだまだ祝ってない人は。祝ってない人は。やってない人は、オリシャンに僕のなんか、貼っとくでシール絶対。オリシャンのどんぶりに。どんぶりに。どんぶりにシール貼って、これオリシャンなおろしてって言うから、それだけお願いします。あの、オリシャンのお値段は。オリシャンのお値段プライスです。ありがとうございます。僕のティブル式も、ティブル式もね。で、何回も。もしかしたらドンペリより安くなる時もある？まあ、ないですね。11秒。そっから上なんですね、とりあえず。ありがとうございます。じゃあ、あと10秒なんで、今回も、あれだよ、ありがとうございました。はい。来週から連の放送です。お願いします。